どうもみなさん、こんにちは。ワットソンでございます。それではエルデンリング続き遊んでいきたいと思います。ではね、ちょっと前回はね、やっとストームビル城行ったんですけども、ごめんなさい、カウント間違ってましたね。武器展示した段階では59でした。大変申し訳ございません。というわけでね、一旦、もう一回死ぬまではちょっとウィップ買います。で、ここに来た理由が、えっと、ここでなんかね、火事石全部買ってなかったんだよね。なんでこれを全部買っとこうかなって思います。 で、アジンどもについてって何だろうアジンどもについて、群れのオサを倒してしまえば、アジンどもの士気は下がり、おびえだすぞ。えーそうなんだ。オッケー。というわけで、ストームビル城攻略といきましょうか。一回死ねまではね、前回のミスのカウントの通り、ウィップで進んでいきたいと思います。で、結構広い。檻もいる。檻めっちゃいるな。何あれ樽持ってるし。危なっ。汚いことすんな。 オッケー。空の敵苦手だな。さてなんかあれだね。結構この黄金銃の近くなんだね。この城って。でもさすがにこれで終わりとかそういうわけないもんね。なんかマップ見た感じさ。ここにあるんだよね。何これ指読みの老婆って。これこの後いたっけな多分行ったんだろうな。どっかであったんだろうな。下に降りる道。こっちの方は何かあるあっぷねーだねえなー。隠れやがったあいつ。おっ、かじい2。よっしゃ、いいで。で、鳥は羽で落とした 羽かで普通に市民が死んでる黄金ルー普通に降りるのこれはエレベーター的なわけじゃなくでもこっちに道があるとりあえずこっち進んでああでも普通にはしごあるからこっちなんだろうなうわ重厚そうな兵士がいるなウィップの弱点地名が取れないんだよなマジでなんかあそこで昔のドールシリーズの白い霧があるしおっと やばいやべえミスったなんか上登って迎撃しようかなというアホな考えしたら。うわ、アホな考えしてアホな死に方したわ。では、普通にこっち戻します。で、さっきちょっとあれだね。鍛冶し買ったから。じゃあ、おっちゃん火事しかったんで、内型な強化してくれ。あ、金足りねえ。金足りねえから、えに、ー、1個使っとこうか。じゃあ、内型なをレベル2に。わ、あと5個いるのか。大変だな。では、早速、さっきんとこまで行きますかね。 あつ。あっだからあんまりローリングしすぎは嫌だったんだよー。オッケー。キノコ。では、下来れた。こっちの道には何か。血があるのが怖いな。兵士が、1、2。こっちは何だん急に縦構えが出ていなくなった。ってことは、ここはアンチゾーンじゃない。攻撃できたもんね。魔術師のようか。魔術師。 こんにちは。はじめましてですね。お元気を私はロジエール。見ての通り魔術師です。確かになんか貴族っぽいけど、この城に少し探し物がありましてね。兵士たちが逃げ回っているというわけです。特にあなたは何のためにストームビルにこの城には汗びとを借り、次の生贄逃げにえかとする連中がひしめいています。このん,んで近づく場所ではないと思いますが、 ああ、挑むから。なるほど。ダイルンの手にするためにゴードリックに挑むと、あなたには見えているのですね。祝福の導きがあんたには見えてないのかなじゃあ。うらやましいことです。じゃあ見えてないんだ。私もあなたと同じ汗びとです。もうずっと導きを目にすることはありませんが。ああ、そうなんだね。それでも、狭間を訪れた時の気持ちは。 忘れていないなつもりですお私はいくつか魔術関連の戦技か魔術を覚えるわけじゃないんだかつて祝福に導かれた遊び人の一人としてあなたの助けになりたいのですこの人は遠択くんのかな戦技なんだよな同盟の奇跡魔術を用いる戦技強攻撃では踏み込む台にあはは,は回れ回れ武器を前方に浮かせ高速に回転する連撃となるへえ前歯のカバンみたいやってみるか一個ありがとう一応話してみようか、はああ のの魔術の系譜ですこの城の北、レアルカリアの大きな学院で発展したそうですが、お、まあ黄金に対立することわりだったと聞いています。魔、ま、術、あ、使いたいんだよね。俺、信仰だけど、とても興味深いことこです。かつて黄金に対立することわりすら受け入れる寛容なものであったのなら、それが砕け、歪み、修復が必要になった今こそ、そうしたありようが重要であろうと思えるのです。なるほどね。 とと思うのはダメってことか一応魔術は覚えましたけど、まああくまでこの魔術は戦技の魔術だからね。普通の魔術は違うんですね。じゃあここはこんなもんなんですか。オッケー。じゃあ反対側へ行こうあ。この下、妙に白くもやってんだよな。暗。なんか上にいるわけでもないんだな。このアイテムはなーに。老後のルーン。なんか立ち止まってる白レールけど。うわ、やべえのいる。あれなんかあいつ見たことあるぞ俺。一番最初にはわんかったあいつ。ボスじゃなく普通にいるんだな。一番最初ボスだったくせに。 うわー何これあ、これあれやん。あのなんか、モーノのとこで待っていたあの体験持ちじゃん。えー、この人じゃこんな押されんのあの強かったあいつが大変だなこの先はしごがあるぞ。こっから戻れんのかじゃあ行ってみるか。で、えー、上を目指せ。あ、上か。じゃああのなんか、雲的なやつと戦んでいいってことか。ここは降りたら死んじゃう。 下が有効明日あるけど、この高さ行けんのかなちょっと怖いからやめとこう。ちょっと一旦別の道行けるからそっち行こう。こっちの中。うわー、嫌なやついる。オッケー。あこの風の千儀っぽいの使う兵士めっちゃ怖いんだけど。広い場所。宝箱。こんなとこでおびっくりしたあいつ人かと思った。天生罠はないですね。天生罠、天送罠だ。いい感じのアイデん 擬態のベールなんだそれあった。あーあー、何度でもなんだ。えー、FP 消費して。あったな、なんか白枝みたいなもんか。ああ。なるほどね。あったね、そういうアイテム。普通にいるな。よいしょよし。これどこまで続くんだろうここはあかんのか。なんかいっぱい。 兵士っぽいというか市民か、あいつら。市民がくつろいでるな。いるなぁ。どうしよう、あれ。なんかあっち行きたくないんだよなぁ。おそらくエルデンリンク。えー、勇者なんだ、これは。えー、どうしよう、あいつ。絶対強いやん。道はそっちなんだよなあいつが向こうを向いた瞬間に。行くか。今、あいつが向こうを向いた瞬間に。ハイランダックス。アイテム回収して。危ねえ いったいった。上に注意ね。オッケー。ちょい。なんかあの雲的なやつ倒したら意味あんのかないや。集団に注意しろ。そして召喚が有効だ。わあ。確かに召喚はできるけど召喚する暇あるかな。めんどくせえ。よし。召喚有効ね。じゃあ召喚してみようか。クラゲー。きのこきのこきのこ8個もあったんだな。上は なんんかアイテムあるやん木の大かでも木だからなあくまでも。でこの下はなんかあんのかなよし。あ木のクラゲ消えたわ。あーおそらくこれ正門から待ち構えてんだろうな。なるほど。あてはクラゲ消えたからよし。ちょっとなんか最近覚えた汚い手一回なんかシステムに戻ると再消化できるということを知ったからな俺は。いってらっしゃい。汚いなあ俺今。 で、あいつよなー。二人いるのか。あ、でも、あそこに一応祝福あるよ。鬼やん。あんなちょっと待って。一旦逃げるよ。あそこに祝福あるのは知ってるから。大にげかます。相手にできない。会がゲット。休む。アップねーで、例薬で。これ、あれやな。HP の半分回復にしとけば、実質1個増えるようなもんだから、こっちでいいや。 これは開かんねえんだ、こっちからは。結構遠くまで来た感じするけどなあっちの方にもアイテムはある。赤字比1か。上行く道と、こっちからはどっかに繋がっていないのかいあ、繋がっているねなんだこれ。レバー。どこのエレベーターこれは。どこに繋がってんだろう。ショートカットでも別に祝福あるから、そんななんだよなーっていう。レバー。レバーなんかすごい。 豪華な作りだけど。あ,あ、つぼ男たちだ。この子たちは敵なのあ、敵だわ。うわー、親玉出てきた。お父さん出てきたわ。パパ出てきた。はい。うわー、割れ方。なんかなんか入ってんのがね。生きつぼなんだね。あ、もしくは、鋼の錬金術みたいに、何かしらの魔術で魂を入れてんのかね。 オッケーアイテムひびつぼひびつぼひびつぼ何ひびつぼアイテムに必要になるもんきちょんなんだなら応例えばあれやなこのソレイ民の遺はって前回手に入れたけど使ってなかったから今度使う機会いったら使ってみようか。でこの下はあれ祝福早くないあ、あうんボスやボス前祝福とは優しいのか。なんというか。これどこあーでもまだ挑めないな。ちょっと待ってよまだ行ける道はあったからさ。 ボス移動前にエレベーター降りましてこっちの上にも道があるんだよな降りかなんかちょっと強めだなあっつっあっつちょっと待ってあまずいなんか落ちちゃったなんか流れで落ちちゃったここどこえこっから降りろってこと味質 何ここあの鳥から逃げてきたら変なとこ来たえお音オンリ呼びまたなんか変な技だなでここどこなのよ一体ボスかと思ったら変な場所出たし強敵だと思うよ俺も強敵いると思うもんこういうとこだったら強敵って言われてもな回復ねえしなほぼほぼ降りてみるか一回大骨だな なにこれひもひも体力おお逃げれねえかなこれ試験うわ意外と速かったなんだこれおぉあーはん無理ちょっと無理です。いやーちょっと経験値惜しいけどちょっとあれは無理だわ俺には。オッケー嵐呼び。 また面白そうなものが。では、一旦ボス行きますかね。初めてこのソレイの民を召喚してみようか。レッツゴー。んまたこういうムービーボスか。誰あれ魔術師おもり松江たる竜よ。また竜 なんかオスロエスみたいな。お主の力。きっと。あれですか。我を高めようぞ。王様っぽくはないよな。騎士だな、多分。王様なのかな。のぉ。すげえな。ご老人っぽいけど、やばそうな斧持つんだな。ああ、お前もそういうパターン汗びと風情が。うわー でやろうあれ王様本当に。家に伏せよう。かっけえな。あ本当に君主か、こいつ。それそれそれ。やべ、本当にゴドリックやん。いけ、強者。アイス60でそれか。 わにゃんいやあ、きちいな意外いとで、ソレイのためあんまり強くなかった、俺的には。はい、というわけで、本日この辺で終わりますか。いやーちょっと待って、あれ、勝てっかな、俺。またしばらく放浪のために出るかもしれん。はい、というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。